今日の会場こちら千代田331です。これもともと小学校のとこだったんですけど、改築して今はこういうイベントホールみたいな、あとなんかアートスペースみたいな風になってます。展開としてはクリンチャー、そしてチューブレスレディ用と、あとは、ディスクタイプですね。あと O2 というのが29インチ用のホイールで用意されています。さあスコープのこれ内側の形状、なかなかこういう風なの見ることできないので結構興味深いと思うんですけど、こんな感じになってます。こういう感じ、すごいね。意外とこのタイヤのベッドプロファイルって言って、チューブレスレディを一応目安に作ってるので、まあ、タイヤがはめやすいようなね、こういう設計になってます。でブレーキはもちろんあの専用のブレーキパッドを使ってもらうようになってるという感じです。スコープのハブの仕組みについてご説明を願いたいと思います。さあこれ自社開発の、ね、ハブなんですよね。自社開発のハブなんですけども、ねはい、まあ、ベアリング4個使ってまして、こう乗った時の、バランスもよくできていますし、通常この時点ではそう軽くはない、まあ、もちろん軽いですけども、あのスコープをテンション上げた時に、ちょうどいい乗り心地になっています、はい、というのはやはり各社このハウジングとこのベアリングのここが結構シビアなんですね、はいはい、なんでいかにこう無理なく走るか、軽く走るか、それで剛性を出すかっていうことがやっぱりハブ一番の、なんて言いますかね。で、まあ、これ自分でもこうすぐに取り替えられますし、あ、そう、それ交換できるんですね。交換もできます。それは便利です、ね。交換もできますし、はい、慣れた人ですと、もう容易にできますので。なるほど、了解です。例えばこれ今セラミックスピードのバージョン64,000で、アップデートできますけど、最初はあのデフォルトの18万円のタイプで買っていただいて、将来的にそれに変えるってことはできるんですか？可能ですね。あ、なるほど、それは可能なんで、よりそういう厳密にって言いますか、走りを重視したい人にはこちらの方ですね。もちろんこれだけでも SKF スウェーデンの会社がやってるんで、十分だと思いますけどね。セラミックスピード車製のベアリングも用意はしています。はい、わかりました。これは貴重なご説明いただきました。ありがとうございます。はい、まただんだんハブも進化してますので、皆さんのご期待に添えるようにまたよろしくお願いします。はい、でチューブレスレディ対応になっているんですけど、これ互換性がホームページ見ていただくといろいろと出ていて、で特にまあこのシュワルブのプロワン、このチューブレスイージーって書いてありますけど、このタイヤとの、まあ装着性とか、まあ、空気の抜けにくさとか形状的なところが、まあ、ベストだと言われています。ブレーキパッド、シマノ用とカンパニオロ用3,400円、だったらチューブレスのバルブとか、まあ、結構アクセサリーもある。でこちらがステッカーです。でこのステッカーこれの変えることができるので、まあ、ちょっとこう被らないように自分の好きなシールを貼ることもできるようになっています。スマートトレーナーで有名なタックスですが、実はこういったボトルのケージとかも作ってます。
これ白っていうのと、あとカーボンのタイプ、あとボリュータイプ、結構各種色があって結構綺麗です。そしてあとボトルとか、あとはサドルバッグ、こういうのも一応出ます。そして新しく出たネオスマート、ネオ2スマート、これね、新しくなってます。このラインがね、今までこうブルーのラインなかったんですけど、ブルーのラインが入ったりとかして、かなり進化してます。そしてもう一つ、まあ多分こっちの方がまあ、いいんでしょうけど、フラッシュ2スマート、108,000円。まあ下りの再現とかはできないんですけれど、まあ十分ね使えるサイクルコンピューターですね。